演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。こちらファミリーマートの人気パン7種類を買ってみました。お菓子パンの人気ポスト種類と惣菜パンの手巻きソーセージドーナツ、そしてあれあれ、あったあった、卵コッケですね。惣菜パンの方はあと2種類はソーセージがあるんですけど、それらはマスタードが入っていて、自分はマスタードが食べられないのでちょっと申し訳ありませんが、それらについては除外させていただいております。食べられないものを無理に食べてもいいレビューはできませんからね。ではこのファミリーマートのコーヒーをお供に早速食べていきたいと思います。ではまずは人気1位のこれツイストサンドマーガリンから食べていきますね。どんなパンなんだろう。わわ、大きいな。ちょっと中身を一見こんな感じですね。ふんわりしています。わ、食感は。ではいただきます。さすが人気者たち、どれもその人気に恥じない味ですね。でもその中でも一番のお気に入りはこれかな。ツイストサンドマーガリンはふわっとしたパン生地の中からマーガリンの程よい香りが口の中にふわっと広がってきて美味しかったです。これもなんかマーガリンの底力を見せられたような感じですね。そしてこちらのチョコ好きのためのチョコクロワッサン、こちらは中に入っているチョコレートの食感がちゃんと感じるので、クリームとはまた違った美味しさがありました。パキッという音、いやそこまではさすがにいかなかったかな、ね、まではいかないまでもチョコレートの食感を楽しめて、クリームだけには物足りない方にはおすすめです。そしてこちらのしっとりケーキチョコ、これはパンというよりやっぱりケーキという名前の通りパウンドケーキみたいな感じですね。手つかみで食べられるパウンドケーキにしっとりとした食感が入っていて、入っていてというのもおかしい、あとチョコレートの食感もこれまた楽しむことができました。しっとりとしているので最後まで食べやすかったのが良かったです。ちょっと失礼よ。そしてこのたっぷりクリームデニッシュは中のカスタードが濃厚なんですけど意外と軽くて、それがあっさりしているので最後まで重くなることなく食べることができました。これだけあっさり入れのカスタードというのも珍しいです。そしてこちらのバター香るメロンパンは上の生地のがしっかりさっくりしていて、中からバターの香りを楽しむことができてとても美味しかったです。さらにこちらのコッペパン卵はやっぱり甘いものは続いていたこともあるのかもしれませんが、卵サラダの甘さと また違った楽しみ方ができました。卵サラダの風味豊かな美味しさが口の中にふわっと広がってきて美味しかったです。本当こういうの好きなんですよね。そして最後に食べた手巻きソーセージドーナツ、こちらはドーナツの部分にまで衣がかかっていて、ただドーナツの部分じゃないからソーセージの部分まで衣がかかっていて、ソーセージをただ食べるというのはまた違った美味しさがありました。ソーセージにパン粉をまぶして揚げてみる、そんなのも面白いかもしれませんね。で今回どれも美味しかったんですが、今回中でも特に気に入ったのがこのしっとりクリームチョコ、このカスタードデニッシュ、メロンパン、コッペパン、卵です。これらを一つとしてこちらの点数とさせていただきます。ほんと他のも美味しかったですけどね。あと人気の中にカレーパンもあったのですが、それを以前食べているのでそちらの方を参考にしてみてください。それではカツオ中、骨があるのでいたずらな、いやそっちのカツオじゃないよ。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞永遠。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。